今日は世界一イライラするゲーム、トロールフェイスクエストに挑戦していくぜ。これウプ主が、いつもイライラしながらやってるゲームだよね。そうだよ。かなり理不尽なゲームだよ。イライラするのが嫌という方には、おすすめできないよ。そうなのか？とりあえず私たちもやってみるんだぜ。そうだね。ちょっと楽しみなんだよ。早速、変な顔のおっさんが出てきたよ。私、これと似たような映画を見たことがあるんだぜ。とりあえず、テレビの電源を切ったらいいんだよね。そうみたいだぜ。怪しいけど、赤いコードを切ってみるよ。なんとなく予想できましたよ。じゃあ、これ一体どうするんだ？他の色も、多分同じ結果になりそうだぜ。そうだね。ちょっと探してみるよ。テレビを直接壊してやりたいんだぜ。特に何もないんだよ。霊夢、テレビのスイッチ押してみようぜ。マリサ、そんな単純じゃ。これでクリアらしいぜ。なんとなくゲームの方向性は分かったよ。見るからに怪しい薬だぜ。赤い薬を試してみよう。やっぱりダメでした。どうせ青もダメなんだろうけど、一応試してみるんだぜ。実はいけるんじゃないかと少し思いましたよ。これどうするんだろう。まずは怪しいおっさんを調べてみようぜ。特に何もないから、左の棒人間を調べてみるよ。あれ？何これ？こいつ、変態なんだぜ。これはかなりイラッときたよ。次は闘牛場だぜ。剣がぴょこぴょこ動きますよ。闘牛だから牛を倒すんじゃないのか？だろ？なんでこれクリアじゃないんだよ。これはおかしい。絶対おかしい。制作者出てこいや。いくらバカゲーだからって許さないね。潰す。パソコン潰す。なんならウプ主の英語と潰す。どうにかマリサも収まったので、続きをやっていきますよ。取り乱してすいません。どうしていいのかわからないので、適当に剣を上げときますよ。やっぱりダメなんだぜ。仕方がないから、グリップできるところを探そうぜ。ここに何かあるんだよ。なんでこれがクリアなんですか。今度はいきなり危ない場所からスタートですよ。上の石はやっぱり罠だったな。次は右側の看板を攻めてみますよ。怖すぎるんだぜ。上の、フィフティフィフティは真っ二つになったので、電話を使ってみるんだよ。これちょっと前のクイズ番組を思い出すんだぜ。結局、テレフォンもダメでした。また適当に探すしかないんだぜ。そうだね。適当に押したら、スイッチが出てきたんだよ。なんでこのスイッチもダミーなんですか。でも、あの看板が怪しそうだぜ。この赤いボタンを押したらダメだからねー。霊夢、もう一度看板をクリックできないのか？やってみるんだよ。マリサすげー。今度はなんだ？なになに？いきなり雪玉が。あの棒、意味がないんだぜ。じゃあ、次は全部の棒を出してやりますよ。何これ罪ゲーじゃないですか。どうすればいいかわからないんだぜ。さっぱりわからないんだぜ。そうだね。適当にクリックしてるけど。は？なんじゃこいつは。そろそろ最後にするんだぜ。そうだね。これ以上は精神的に無理だよ。今回は、緑のボタンを100回押せばいいだけだから簡単だぜ。連打なら私に任せるんだよ。ただの連打ではないと思うから、十分気をつけるんだぜ。わかったよ。楽勝なんだよ。え？このゲームやっぱりうぜー。最後一回で、緑と赤がひっくり返ったんだぜ。もう一度連打してやるー。あー。最後は慎重に頼むんだぜ。これで、クリアじゃあ。さあさあ、最後はコードを繋いで。Do you like games?I want to play a game with you. No!
終了。かなりイライラしたけど、癖になりそうだね。そうだな。今回紹介したステージ以外にも、たくさんステージがあるから、興味がある人はプレイしてみてほしいんだぜ。そうだね。まだまだイライラするステージはあるからね。それでは最後まで見てくださった皆様、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございます。この動画が気に入った方は、チャンネル登録をお願いします。エスカジュチャンネルの新着動画が見やすくなります。登録は、動画の下のチャンネル登録をクリックするだけで簡単にできます。それでは次の動画でお会いしましょう。さようならー。